信ないかな。白井、調子はどう？絶好調だよ。稽古そ大丈夫なの？もちろん絶好調。勝負の日にコンディションが整ってないのは相手に失礼だからね。お互い言い訳できないくらい調子は良さそうだね。調子良くなかったら降りるつもりだった？まさか。それでこそ。始まる前から火花散ってるね。やる気十分だね。はい、皆さん、まずは準備体操をしてください。よし。うわ、何それ、白いタコみたい。わあ、やっぱりひなこちゃんはすごいな。何？柔軟は基本でしょ。ほほー、どうやら運動ができるっていうのは本当みたいだね。
どうだ。どうしてユズが得意げなの。柔軟に集中してるひなちゃんの心を代弁したの。あなたたちも柔軟しなさい。すみません。よし、みんな上がったし、そろそろ勝負を始めようか。いつでもいいよ、私は準備万端だから。いよいよだね、私がドキドキしてきたよ。ルールを確認するよ。 50m ターンの時に5秒以上の差をつけた方が勝ち。 OK？ 大丈夫だよ。あれ、50メートルの競泳じゃないんだ。うんうん、ちょっと特殊なルールかもね。僅差だとどっちが勝ったか分かりづらいからね。ということは同じくらいの実力だったら持久力勝負か。お昼休みなくなっちゃわない？それじゃあ始めるよ。審判は、決めてなかったね。西田お願い。私タイム見てればいいの？ライムたちも手伝うよ。あれ、白井飛び込み苦手？まあそんなとこ。そっか、ひなちゃん。これは不利になっちゃうね。これで言い訳は成立しないと。絶対に負けない。あたいこそ正々堂々いい勝負しようね。それじゃあ行くよ。わからないけど
多分ひなちゃんが無意識に指輪の力を使っちゃったのか、もしくはケイちゃんの感情と共鳴したのか。つまり放っておいても大丈夫ってこと？絶対に安全というわけじゃないけどね。でもせっかく来たんだし、ついでにフラグメント探してみない？安全な時に取るのが一番だと思うし。だけど勝負が。現実の時間は動いてないから大丈夫だよ。それともひなちゃん、すぐ勝負に戻りたい？うん、大丈夫。探しに行こうか。落ち着いて、気持ちを途切れさせないように。邪魔しないで。頑張らないと。決める。よし、どんどん行こう。トラベリンコメント。どうしよう。邪魔しないで。頑張っていこう。魔法を出すよ。次はどうしよう。はっ、この調子でいこう。戦闘開始。
はどうしよう。力を貯めて。どうしよう。みんなを助けるよ。何をしようかな。これでどう？
これなら大丈夫そうだね。前向きな感情が暴走することもある。なんか不思議ね。えい、平常心平常心。よし、どんどん行こう。これならどうかな。これが K のフラグメント。ひなちゃん、お願いできる？うん、わかった。楽しい。白井、運動できるって本当だったんだ。すごいよ、全く引き離せない。白井、出方を伺ってるのかな。正直あたいは今が全力だから、これ以上スピードを上げられたらきつい。勝機があるとしたら持久戦に持ち込むくらい。 K も本気だったんだ。もし白井がまだ余力を残してたら勝てないかも。でもあたいは最後の最後まで、全てを出し切るまで絶対に諦めないよ。だってこんな楽しい勝負なかなかできないんだから。
最後までやらないともったいない。ケイ、私と全く同じこと考えてる。私もその気持ちわかる。ケイと勝負してどうやって勝とうか必死だった。これって純粋に勝負を楽しんでいたってことだよね。そういえばこの気持ち懐かしい。バレエをやっていた時も楽しくて楽しくて、いつも全力で最後まで踊っていた。私が心から求めている世界はやっぱりバレエなんだ。戦う理由か。もうそんなの決まってるよね。取り戻すために。二人ともすごいよね。あれだけ泳いで結局勝負がつかないなんて、人の体力ってこんなに続くんだね。やっぱりひなこちゃんはすごい。やるねー、白井。ケイもさすが運動部だよ。自信あったんだけどな。あたいだって絶対に勝てるって思ってたんだけどね。勝負中ずっとお互いに同じこと思ってたよね。お？どういうこと？うん、今のは気にしないで。うん？わかった。さて、白井には一つ謝っておかなきゃね。謝るって？運動できないなんて言ってほんとごめん。もう気にしてないよ。ありがとう。そういえばさ、白井の指輪って何か仕掛けがあったりする？え？どうして？泳いでる途中に光った気がしたんだよ。それは気のせいだよ多分。まあそうだよね。ごめんごめん、忘れて。さてさて、結局今回は決着つかなかったわけだけど、勝負はどうしようか。やっぱりここは別の種目で再戦かな。水泳以外だと勝負にならないからパスで。すごく有意義な時間を過ごせた気がするな。やっぱりスポーツはいいよね。心で語り合うならスポーツが一番だよ。今ならそれもわからなくもないかな。うんうん、やっぱり白井とはいい友達になれそうだよ。もうひなちゃん焼けちゃうな。ゆず、いきなり抱きつかないで。ゆず、重いって。失礼な。ひなちゃんはそんなこと言わないよ。ということで、ひなちゃん、あとはよろしくね。え、これ、指輪？白井、どうしたの？なんでもない。ケイ、実は渡したいものがあるんだけど。
お、何かくれるの？うん、この指輪もらってくれない？おお、これって白井たちがつけてるのと同じやつだよね。うん、友情の証みたいなものかな。わあ、ありがとう。大事にするよ。っていうか、もうずっとつけておくよ。そうしてくれると嬉しいかな。さてさて、ひなちゃんと友達ということは、けいちゃんとゆずたちも友達ってことだよね。え、何その理論。みんな友達になろう。友達は多い方がいいよね。よし、友情の証にみんなで走ろう。夕日に向かって。それは嫌。ライムも疲れるのは嫌だな。だいたいまだお昼だし、早くご飯食べたいし。みんなもっと体を動かそうよ。これから大変そうだな。